リトグラフ、バークイン1883、バイ・アレクサンドル・ダンカー。石の反面と石板がリトグラフ。リトグラフとは、版画の一種たる、平版画。水と油の反発作用を利用した版種で、製作過程は大きく、描画、製版、すりの3工程に分かれる。他の後版画、大版画、突版画などに比べると複雑で、時間も多く要するが、 クレヨンの独特のテクスチャや強い線、きめ細かい線、筆の効果、インクを飛ばした効果など描写したものをそのまま紙にすることができ、多色削りも可能で番を重ねるにつれて円を有した独特の質感が出てくる。19世紀頃、ヨーロッパで偶然から原理が発見され、以降ロートレックなどの画家が斬新で芸術性の高いポスターをこの方法で描いた。 以前は巨大な石に描いていたので、石板画とも呼ばれるが、扱いやすい、アルミ板に描くことが近年は多い。半面を水洗いして乾かす。油脂分の強い描画剤を用いて半面に描画する。この時、手などについた油脂分でも反応してしまうので、描画しない部分はあらかじめ、アラビアガムで留めておく。剣刀は長辺につけると良い。描画剤が乾いたら、タルク。 ラズンを描画した部分になじませ、アラビアガムを盤全体に塗る。2分ほど放置した後、もう一度アラビアガムを塗り直して、ガーゼなどで拭き取り、1時間ほど放置する。この時、描画部分に拭き筋が残ると、アラビアガムの3によって描画された部分が侵食されてしまうため、拭き筋を残さないよう、きれいに拭き取る。9つのインクを使用したカラーリートグラフ。 ロシアの百科事典ブロックハウスエフローム百科事典の外略図アラビアガムの層を通して灯油やテレピン油を使って描画剤を落とす。この時、アラビアガムを溶かしてしまうと汚れの原因になるので水分は厳禁。描画剤が落ちたら、エゲンラッカー、チンクタールの商品、アスファルト、脂肪、蜜蝋、テレピン油などの混合液、リキッドアスファルトを描画した部分に薄く伸ばす。 描画した部分には、エゲンラッカーとチンクタールの層ができ、描画していない部分はアラビアガムで保護される。水をかけて、アラビアガムを落とす。アラビアガム状のエゲンラッカー、チンクタールも一緒に落ちる。反面を乾かさないよう、スポンジなどで反面を常に湿らしながら製版インクを、製版用カワローラーで盛る。はじめは素早くローラーを転がすことで落ちきらなかった。 シンクタールなどの汚れを取り除き、次にゆっくり転がして正反インクを盛る。バンを乾かし、タルク、ラズン、アラビアガムを塗り、2分ほど放置した後もう一度、アラビアガムを塗り直して、ガーゼなどで拭き取り、1時間ほど放置する。この場合の放置時間についても、描画の時と同じく長いほど安定したバンができる。紙は、作品サイズに合わせて裁断しておく。 プレス機の圧を調節しておく。プリントインクを用意する。場合によっては、炭酸マグネシウムなどの体質顔料や、アマニ油などで、インクの硬さを調節し、インク練り台の上で印刷用ゴムローラーに伸ばす。製版インクをテレピンや灯油で落とし、水をかけて、アラビアガムも落とす。ウエスに、少量のテレピンを含ませ、用意したインクを取る。バンを乾かさないようスポンジで湿らせながら、 描画した部分に擦り込む。ゴムローラーで、プリントインクを盛る。バンが乾くと潰れてしまうので、気をつけながら、はじめは素早く、後からゆっくり転がす。紙を検討に合わせておき、当て紙、ティンパンを敷き、ティンパンにグリスを塗っておく。圧をかけてする。擦りのぼったら、ドライラックで乾かすか、紙を水に示していた場合は水張りをしておく。プリントインクをテレピンや灯油で落とす。 バンを示しながら正反インクを皮ローラーで盛る。バンが乾いたら、タルク、ラズン、アラビアガムを塗り、ガーゼなどで拭き取る。ありがとうございます。